許しのレッスン2。ジェラルド・G・ジャンポルスキー。パート2。神への近道の地図。大抵の人は旅行中に誰かに道を尋ねた経験があるでしょう。そんな時、地図を示して目的地に向かう途中の目印を教えてくれる人もいます。目印があると、正しい方向に向かっていることが分かって助かるものです。見知らぬ土地を旅しているときには、本当にほっとします。パート2では、人生の旅で役立つ目印を示して、読者が目的地に向かって着実に安心して歩み続けられるようにします。この目印に従って旅をすれば、神への近道を確実に歩んでいくことができます。幸せを数える。日々、いつも自分がどれほどたくさんの幸せに恵まれているかを数えられるなら、あなたは正しい道を歩んでいます。幸せを数えるとは、どんな嫌な出来事も罰とみなさないと決めることだからです。どんな出来事も、私たちを愛や神に近づけてくれると考えてみてはどうでしょうか。人生の体験すべてを神から与えられた素晴らしいレッスンとみなすのです。レッスンの意味はすぐにはわからないかもしれませんが、心の中でただそう信じ続けていると、次第に明らかになってくることがよくあります。傷ではなく幸せだけを数えることは誰にでもできます。ありがとうという言葉を口癖にすること、それは神を思い出す近道の一つです。援護の世界では、受けた傷を一つ一つ数えなければならない。傷口をいつも気にしていなければならないと教えられます。援護は、古傷を引っかいては血を流させ、その痛みを絶対に忘れないようにしています。その理由はまたしても、援護が喜びでなく苦しみを、平和でなく争いを目的としているからです。私たちは日々絶えず選択し続けなくてはなりません。幸せを数えるか、それとも傷を数えるか、あなたはどちらを選びますか？感謝、愛の道、そして許しの道を歩いていると、いつも感謝の思いが自然に湧き起こるものです。どんな瞬間にも感謝の思いを持つことは、神への近道を確実に歩んでいる目印になるだけでなく、無限の愛が私たちと共にあること、そしてその愛が私たちの中にもあることを意味します。怒り、苦しみ、恨みの思いを癒せば、感謝の念が湧いてきます。それは、あらゆる出来事のすべてが、私たちを創造した存在に近づけてくれると確信できるからです。静かな心。心が静かなら、神への近道を踏み外すことはありません。瞑想したり、お祈りをして、この静けさに到達する人もいます。そんな時、彼らは神と交流しているのです。私は次のネイティブアメリカンのことわざを唱えるのが好きです。忙しい心は病んだ心。ゆったりした心は健康な心。静かな心は聖なる心。心の中のおしゃべりは神の記憶を薄れさせてしまいます。心の中でのおしゃべりの多くは、心がいくつかの矛盾するゴールをめぐって分裂し、
争っているから起こるのです。心の中でそんなおしゃべりを続けた上、慌ただしい日常生活で相入れないさまざまなメッセージを受け取れば、心の安らぎを体験することは全く不可能に思えるでしょう。そして道に迷ってしまいます。山の湖のような心を静かに保っていると、何の邪魔もなく、すべてをはっきり見ることができます。一方、心が静けさを失っておしゃべりを始めると、湖は濁り、ビジョンがよく見えなくなります。すると、高次元の力とのつながりも失われてしまいます。神の静かな声が一番よく聞こえるのは、山の奥深くの澄み切った湖のように心が静かな時です。慌ただしく走り回るのをやめ、心静かに生きることに価値を見出した時、あなたは神への近道をしっかり歩んでいます。心のときめきに導かれる。心のときめきに導かれて生きることは、故郷へ帰る一番の近道です。もちろん、本当のところ、私たちがこの故郷を離れたことは一度もないのですが、エゴは知性には神や愛を体験する能力がないことを知っているので、あえて私たちに知性を神として崇めさせようとします。しかし、神を知るというのは知的なプロセスではありません。頭脳や知性を崇めている限り、神を思い出すことはできません。知性や五感が真実だという考えに縛り付けられ、身動きが取れなくなるだけです。エゴは、真実とは測定でき、再現性があるものだ。そうでないなら、非科学的で真実として受け入れる価値はない、と言って私たちを騙します。そして、物質として形あるものだけが現実なのだ、と信じ込ませようとします。この目で見ることができなければ、神は存在しない。神は実在せず、ただの幻想だ、という人はよく言います。エゴはどうしても私たちに手で触れられないものや、目に見えないものを信じさせたくないのです。残念ながら、その基準で測ると、神は試験に落ちてしまいます。神とは、心と魂が体験するもので、肉体的な感覚や時空間を超越しています。エゴはこのことを忘れさせようとするのです。けれど、心で見、心で聞いたとき、私たちは測定不可能な神を知るという感覚を体験できます。心のときめきに導かれて旅立つとき、あなたは神への近道を確実に歩んでいることがわかるでしょう。子供たちと触れ合う。スタンフォード大学医学部の4年生だった1949年、私は医師として初めて赤ちゃんの誕生に立ち会いました。当時の私は無神論者でしたが、分娩室での出来事は生涯忘れないでしょう。部屋全体が輝かしい天国の光で照らされたようでした。その子の誕生に立ち会えたことに、私は畏敬の念を覚えました。言葉では説明できませんが、なぜか愛の奇跡と神の存在を感じたのです。残念ながら、その体験は24時間しか続きませんでした。期末試験のため、頭をフル回転させて勉強を始めた途端、感動は消えてしまったのです。幸せなことに、私の医師としてのキャリアは、
子供たちと接することで積み上げられてきました。生き方を変えるヒーリングセンターでは、重病で死に直面している子供たちと活動しています。彼らは若い肉体に仮住まいをしている英知ある古の魂で、私やボランティアの大人たちにスピリチュアルな真実を教えてくれている。そんな印象を私は受けています。私は人々を導くのは子供たちであるという聖書の言葉に基づいて仕事をしてきたのだと思います。とても嬉しくありがたいことに子供たちは私を信頼してくれました。しかも幸いなことに私は目に見えない神を心から信頼し、この上なく慰められている子供たちの姿を目の当たりにしてきました。子供たちと共に活動していると、彼らの無邪気さのおかげで、私たち自身の無邪気さが思い出され、それが私たち本来の姿なのだと気づかされます。子供たちは相手が信頼できるかどうかを一瞬のうちに見抜くので、私に正直と誠実について教えてくれました。子供は素晴らしいアンテナを持っていて、騙そうとしているのか、正直か、誠実か、たちまち見分けるのです。幼い子供たちは、今、この瞬間の中で生きています。今、この瞬間に生きているため、大人よりも許すことが上手なようです。子供の生命への情熱や喜びは素晴らしいものです。子供は過去や未来にあまりこだわりませんから、大人は子供と一緒にいると、今この瞬間に生きることを学ぶことができます。そしてそこにこそ私たちは神を発見するのです。なぜなら神は今この瞬間の中にだけ存在するのですから。子供と共に過ごして、子供から学ぼうとするとき、自分の内なる子供をのびのびと遊ばせるとき、日々どんなときも情熱と喜びを持って生きる選択をするとき、スケジュールを気にして腕時計を見るのをやめるとき、今この瞬間にだけ集中するとき、心置きなく笑うとき、自分はそれほど偉くないと思うとき、私たちは神への近道を発見しています。私たちは愛を伝え、愛を教えるために地球に生きているのではないでしょうか。いや、もっと言うなら、愛を教えるためにだけ存在しているのではないでしょうか。奇跡についてのコースの中の教師のための手引きという箇所では、神について教える人には10の性質があると述べられています。これは神へ向かう旅の途中にある道しるべと言い換えてもいいでしょう。奇跡についてのコースをもとに私なりの言葉で説明すると以下のようになります。1. 信頼。神へ向かう旅で信頼という道しるべまで到達すると、エゴの道と随分違うことに気づくはずです。エゴの道を行くと、すさまじい恐怖心に襲われます。この恐怖は、あらゆる関係への不信感、すなわち他人、神、自分自身や、自分の決定能力に対する不信感から生まれます。神への近道を歩むとき、私たちはお互いや自分自身の中にスピリットの光だけを見て、そんな愛やスピリットの光は永遠に消えないことを理解し、信頼します。一方、エゴの旅の道しるべになるのが、不信感です。
兄弟姉妹を信頼して、彼らと自分を一つとみなすのは、日々の行動や振る舞いに関する話ではありません。それは愛の光、すなわちすべての人の中に宿るスピリットを信頼することであり、またスピリットが私たちを一つにつなぎ、永遠に存在すると信じることです。2. 正直。どんな場合も正直であるとき、いかなる欺瞞からも自由であるとき、隠し立てをすることに価値を見出さなくなったとき、考えと行動と言葉が調和しているとき、あなたは根源的な存在へ向かう愛の道を歩んでいます。3. 寛容。寛容という道しるべが見えたら、他人や自分を裁こうとする思いを手放した印です。寛容な心でいるとき、私たちはより高次元の力に向かって進んでいます。裁こうとしなければ、すべての人が平等に見え、自然に人を受け入れられます。4. 優しさ。あらゆる関係の中に優しさを見出すようになったら、自然と神へ近づいている印です。あなたの魂の優しさは、あなたを通して輝いている神の愛の強さと力の反映です。実際、神の中にあるのは優しさだけであり、あなたの中にあるのもただ優しさだけなのです。5. 無防備さ。攻撃されているように感じる時でも、反撃する必要がないと思えるというのも、神へ近づいたことになります。攻撃ではなく、愛することを選ぶとき、無防備であることは、すべての人のためになります。私たちの本質は愛であり、私たちは創造主と一つで常につながっていること、聖なる愛しか存在しないことが分かれば、防御すべきものなど何もないことが自然に分かります。エゴは肉体や私たちが自分で作り上げたものだけが実在すると言うでしょう。けれど、そう言われても無防備なままでいられるなら、自分は本来スピリチュアルな存在で、攻撃することもされることもないということを忘れていない印です。すると、私たちは攻撃とは別の選択をし、神への道を歩いていくことになるのです。攻撃されていると思ったら、違った角度から眺めてみましょう。相手の人は愛を求め、恐怖の中で助けを求めているとみなすのです。攻撃されても無防備にしていると、愛のメッセンジャーになることができます。しかし、なすがままに暴力を受けなさいという意味ではありません。安全であることは何よりも重要なことです。6. 寛大さ。ここで言う寛大さは、世間的な意味ではなく、スピリチュアルな寛大さのことです。誰かに与えても決して減らないどころか、むしろ増え広がっていくものに最大の価値を置くのです。寛大さという目印は、真に価値のあるものは神の中にだけ存在することを思い出させてくれます。すると、与えることと受け取ることは同じことになります。他人に愛を与えれば与えるほど、より多くの愛を受け取ることになるのです。7. 忍耐心。この道しるべまで到達すると、人生の旅で出会う人すべての人が
忍耐を教えてくれる先生であることがわかります。私たちは忍耐の国を旅しているのです。そして神の無限の忍耐心という性質が自分にも備わっていることがわかるでしょう。すると、あたふた、バタバタといった言葉はあなたの辞書から消え、無条件の愛と忍耐心が実は全く同じものであることがわかります。8. 信仰心。信仰心とは、目に見えないものも信じられるということです。物質的な現実しかないという思い込みを超えたとき、信仰が生まれます。それは私たちよりも大きな存在を信じることであり、心を通してしか体験できないものです。9. 開かれた心。人を裁く心、期待、思い込みを手放し、エゴ特有の思考法を捨てると、心が柔らかに開かれるというご褒美があります。開かれた心という道しるべが見えてくると、神への旅を歩む足取りに弾みがついてきます。心が開かれてくると、許しに対しても心の扉が開かれ、他人や創造主から離れているという幻想に終止符を打つ準備ができます。10. 喜び。信頼、正直、寛容、優しさ、無防備さ、寛大さ、忍耐心、信仰心、開かれた心という道しるべを目指せば、喜びと幸せは必然的に訪れます。愛し、神を信頼することに全身全霊を集中すれば、幸せとはごく自然な状態であり、私たちはどんな時も幸せでいる権利があることがわかります。裁きの思いをすべて手放すと、人生は笑い声と喜びで彩られるのです。その反対に、エゴの道しるべを目指せば、私たちはほとんどいつも不幸せを感じることになります。喜びのいい例は、太陽と空に向かってまっすぐ伸びながらも、しなやかさを保ち、どんな嵐にも堂々と揺れるヤシの木です。傷ではなく、幸せを数える。心を鎮める。心のときめきに導かれて出発する。人々を導くのは子供たちである。裁く思いをすべて手放すと、人生は笑い声と喜びでいっぱいになる。すべてを手放すことは、神に委ねること。